長として突然 TV2 メディアに露出していた荒牧陽子、1981年1月14日生まれの34歳。荒牧陽子口パク？口パクなんじゃない？そう疑っている人などがネットで発言していましたが、実際はどうなんでしょうか？結論から言って私は似てると思うし、突然裏方、カラオケの歌手から表舞台に躍り出てきた人が口パクっていうのは普通無理でしょう。周りが納得しない。モノマネ荒牧陽子として売り出し始めで、収録時にスタッフに口パクなんで編集でバレないように依頼するって普通そんなのデビューできないでしょ。よっぽど芸能界にコネがあるとかでないと無理だと思います。 TV を録画して何度も見直している人もいますが、そんなことをするより見て楽しんだ方がいいと思いますね。あいこ似てないっていう人もいますが、そうかな？似てると思うけど感じ方は人それぞれですから何とも言えないですよね。荒牧陽子現在干された？荒牧陽子が干された理由が不倫などと報じられていますが、でたらめでしょう。あまりの激務で体調を崩したのが原因で2013年1月から休業してます。休業発表した時点でも4ヶ月先の予定が埋まっていたほどです。スタードラフト会議でモノマネ荒牧陽子がデビュー。それぐらい実力があるので、そのクオリティの高さには定評があります。普通の正統派モノマネタレントは年に 3.4 回行われる放送に出るくらいですが、荒牧陽子の場合は1年で70回程度も出演していました。さらにディナーショーなどのイベントに年200以上、さらにスタジオミュージシャンとしての仕事、これでは体調を崩します。現在は体調も回復し、イベントなどのオファーを受けているようです。TV よりホテルやメーカー主催のイベントに参加した方が収入もいいですし、将来のスポンサーにもなってもらえる期待もあります。もともと実力のある荒牧陽子なので、今後は TV よりイベントに力を入れていくのではないでしょうか。番組 P と不倫、休業してからは不倫したために干されたなどの報道もありました。一部の女性週刊誌が売り上げのためにでっち上げた記事でしょう。そのようなことはないと情報を得ています。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画がたくさんの方に見ていただけるように拡散を希望しています。ご協力いただける方はシェア、グッド、コメントのいずれかをしていただければ幸いです。